千葉県千葉市中央区にある歯医者 MF レンタルクリニックの歯科医師の林です。今回は生活環境は口臭にどのような影響があるのかについてお答えいたします。生活環境、やはり影響は結構あると考えています。中でもタバコを吸われる方、喫煙ですね、これはやはり口臭の元となっていきます。そしてお酒を飲んだとしても、やはりお酒を飲んだ後はやはりお口の中に含まれている息、これで口臭がすごくする時もあります。ですので喫煙をされている方、やはりタバコの本数を減らす、そういったことが必要になってくるかもしれません。そしてお酒に関しても適度に飲むこと、それも必要になってくることかもしれません。そしてそれらをした後でも、やはりお口の中をしっかりときれいにする、これが一番必要ではないでしょうか。